有名人を語るなどして SNS で接触し投資を進める SNS 型投資詐欺、時間をかけて恋愛感情などを抱かせて金を騙し取る国際ロマンス詐欺、今このような手口の投資詐欺が全国的に相次いでいます。県警によりますと、去年1年間の被害は県内で57件確認されていて、被害額はおよそ8億1000万円に上ります。特に今年に入ってから被害は急増、今月5日の時点ですでに7億円を超える被害が確認されています。先月 SNS の投資詐欺でおよそ500万円の被害に遭った静岡市在住の女性がその手口を明らかにしました。女性は去年10月、親族が Facebook を通じて発見した仮想通貨の投資アプリを紹介され登録。アプリ内のやり取りで指定された個人名義の口座におよそ500万円を入金しました。しかし、それは偽アプリ。投資を始めてからおよそ1ヶ月後、お金を引き出そうとしたときに手数料や税金などを次々と請求されて異変を感じ、詐欺に気づいたといいます。振り込んだおよそ500万円は戻らず、相手とやり取りしていたチャットもいつの間にか消えてしまったということです。女性は投資経験があったということですが、その手口の巧妙さに騙されてしまったということです。一方、投資詐欺の手口は他にも。これはある警察職員の LINE アカウントに突然招待が来たグループ。グループの名前は投資交流会、プロの投資家、次の期に上昇する株などとグループの参加者へ投資を促す説明をしています。警察によりますと、突然 SNS のグループに招待されたことをきっかけに偽サイトなどに誘導され、お金を騙し取られてしまうケースが増加しているということです。止まらない被害に県警は詐欺の手口や対策を呼びかける講習会を開催。被害者の大半が SNS に比較的慣れていない40代から50代で、講習会ではそうした年齢層に注意喚起しました。高齢の方が非常に多いなって思っていたので、内容を聞いてちょっとびっくりしています。場合によってやっぱり引っかかっちゃう方がいるんじゃないかなと感じました。巧妙な手口で相手を騙す投資詐欺、警察は面識のない人から投資の話を持ちかけられたら詐欺と疑ってほしいと警鐘を鳴らします。一人当たり騙されてしまっている金額が非常に高額だということが深刻な状況だと。絶対に儲かるだとか元本保証だとかっていうふうなことは、本当に気をつけてもらいたい、要注意ということが言えると思います。